どうもこんにちは、トランクバイショートギャラリーの中垣です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回お送りする結婚式は漫画家のご新郎と空間装飾のお仕事をしているご新婦の結婚式。パーティーコンセプトはページです。ページの意味はページ2ページのページであったり、1枚の葉っぱであったり、記録といった意味があります。大学時代に知り合ってからの1ページや付き合ってからの1ページ、たくさんの物語を綴ってきたお二人の結婚式は、新しい物語の1ページをお世話になった方々と一緒に描く大切な1日にしてほしいということで、このコンセプトにさせていただきました。なので会場装飾もクリエイティブなお二人のアトリエ風のフォトスポットだったり、漫画雑誌が積まれたようなアーチがあるチャペルなど、パーティーコンセプトに合わせた装飾となっています。ペーパーアイテムも漫画要素を取り入れております。そして今回のポイントは、漫画家のご新郎がゲスト一人一人の似顔絵を描き、いろんな使い方でアイテムとして使用しています。ゲストの似顔絵が一枚一枚描かれているトランプを作成したり、結婚証明書のピースにしたり、席次表に入れたりしました。演出としてもそれを利用した似顔絵ビンゴであったり、似顔絵を見ての借り人競争なども行いました。またご新婦が野菜コーディネーターの資格を取得するぐらい野菜に興味があるということで、披露宴会場のいろんなところに野菜を装飾したり、お色直しのヘッドパーツに野菜を使用していますので、そちらも注目してご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。映像の中に出てきた結婚証明書はこんな感じに完成しました。このように毎回一組一組オリジナルの結婚式をトランクは作っています。こんなパーティーが見たいなどのご要望がありましたら、下のコメント欄にお書きください。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。